サンドニ大聖堂。サンドニ大聖堂。普通語、ボザリーックでセイント・デニスもしくは単に、ボザリーック・セイント・デニスは、歴代フランス君主の埋葬地となった、教会堂。1966年より、カトリック教会のサンドニ指教座が置かれている。パリ・北側の郊外に位置する、サンドニにある。イングランドにおける、ウェストミンスター人同様。 フランス王のほとんどがここに埋葬されている。なお、現在この教会堂は大聖堂、カトリックにおける、司教座聖堂を意味することばれているが、司教座が置かれたのは1966年であり、それ以前は大聖堂ではなく、バシリカ、ローマ教皇から特に重要な教会堂と認められ、特別な地位を与えられた、教会堂たる大衆動院街道であった。 この教会堂の由来として広く知られているのはフランスの守護聖人である聖ドニ、サンドニの逸話である。伝説によると、聖ドニはモンマルトルで斬首されたが首をはねられてもすぐには絶命せず自分の首を持ってパリ郊外のこの地まで歩きそこで倒れて絶命したとされる。以後そこがサンドニと呼ばれることとなり教会堂が建てられたのが 現在のサンドニ大聖堂の始まりである。フランク王国のダゴベルト一世、628年から637年当地は、ベネディクト派の修道院サンドニ修道院を創立した。教会堂建造を指揮したのは、エリギウスという職人とされる。1534年には、この地でイエズス会が発足した。修道院の付近に存在したサンドニもしくは、 ランディの位置は中世ヨーロッパ初期の国際的な市だった。当初は公認された特権により公共市場、フーラム・インディクトムの名で知られ、それがランデットあるいはレンデットへと転化した。市は10月10日から10日間開催され、各国の商人によって取引が行われた。サンドニ大聖堂は建築学的にも画期的な建物である。回廊は ゴシック建築初期の主な建築のうち、工人、チェベットもしくは東端が唯一現存している。今日我々が目にする、サンドニ大聖堂のゴシック構造は、大修道院長のシュジェール、1081年から1155年によって1136年頃に始まり、わずか4年の建築期間を経た後、1144年6月11日に、封建された。 しかし、現存する建築の大部分は、大修道院長ウード・クレマン、任期、1228年から1245年の式により、1231年に着工されたもので、ある。このウード・クレマン時代に改築造営された部分は、霊与南洋式の最初期の例として、美術史上極めて重要である。内陣の周波楼祭室にある、アレゴリーの窓、聖パウロの偶油の、 ステンドグラスは一品として名高い。サンドにはフランスの王と王族が何世紀にもわたって埋葬されてきた場所であり、これによりしばしばフランス王家の墓所と呼ばれる。10世紀から1789年までのフランス王は三人を除いて皆ここに埋葬されている。修道院教会には死者をかたどって墓の良い例がいくつかある。 王や王妃の墓の多くは上に像が掘られているが、フランス革命期、当局の命令により墓は労働者によって開けられている。遺体は取り出されて、近くの大きな穴二つに埋められた。考古学者、アレクサンドル・ルノワールは、フランス記念博物館のため当局に掛け合って、多くの重要記念物を救った。ギロチンに掛けられた、ルイ16世。 王妃マリー・アントワネット、王妹、エリザベートの遺体は、サンドニには埋葬されなかった。国王夫妻の遺体は、マドレーヌ墓地、1794年に、墓地は廃止され、王政復古期に、ルイ16世広場となり、現在は、食材礼拝堂が立つに埋葬され、酸化カ,カルシウムで覆われていた。王妹、エリザベートは、軽死後、エランシ墓地に埋葬された。 病気で死んだ王太子ルイ、十七世紀の遺体は、パリのタンプル近くの教会の無縁墓地に埋葬された。ナポレオン・ボナパルトが教会を千八百六年に再開させたが、王の遺体は埋められた穴に残されたままだった。ナポレオンがエルバ島に流されると、王政復古がなされた。ルイ十八世は、ルイ十六世とマリー・アントワネットの遺骸を探すよう、命じた。わずかな遺骸。 おそらく王のものと思われる骨、女性のガーターベルトを含んだ灰色の物質が1815年1月21日に発見され、サンドニに運ばれて、地下室、クリプットに埋葬された。1817年には他のすべての遺体が入った穴が開けられたが、どれが誰の骨かを識別することは不可能だった。それらの遺体はサンドニ地下室の脳骨堂、アシューリーに置かれ、 前に、大理石板が2枚置かれ、何代ものフランス王朝の王族の名前が、教会に記録された順に何百人も連ねられている。ルイ18世は1824年に死亡し、納骨堂の中央、ルイ16世とマリー・アントワネットの墓の側に、埋葬されている。1815年から1830年の間に、死んだ王族の棺は、地下納骨堂、 ボールとにも置かれている。ノートルダム大聖堂で有名な建築家ル・デュークの監督のもと、フランス記念博物館に持ち込まれた作品が、教会に戻された。三本修道院に埋葬され、革命時も無事であった、ルイ7世の墓は、サンドニに移され、地下室に埋葬された。2004年には、王太子、つまり、ルイ17世だった少年のミイラ化した心臓が、地質の壁に封印された。 496年以降に、フランスを統治した王は、ルイ2世、シャルル3世、ルイ4世、ルイ5世といった西フランク王、フィリップ1世、ルイ11世、シャルル10世、ルイフィリップのフランス王4人を除いて、全員がサンドニのバシリカに埋葬されている。代表的な人物はいか、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。